橋のワイルドで行こう。さあ今夜も始まりました、佐藤敦のワイルドで行こう。ここからは佐藤敦&英介さんで、はい、お届けをしたいと思います。こんばんは、よろしくお願いします。今日ですね、はい、2022年の2月22日、ねえ、今日今22時っていう、おお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、22揃いで、はいはい、世の中猫の日だニャンニャンとか言ってますけど、あ、なんかそういう人多いですね、なんか、はい、なんと昨年も大変お世話になった、はい、ラウドネスの高崎明さんのお誕生日でございました。はい、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、今年もいろいろお世話になると思いますけど、よろしくお願いしますと言いつつですね、はいはい、今日はラウドネスの年末に昨年出ました新譜の中から、はい、高崎明さんがボーカルを取っていらっしゃる曲をいこうかなと、はい、分かりました。ということでまずはこの曲を聴いていただきたいと思います。ラウドネスで The Sun's River。 ラウドネスの高崎明です。佐藤敦史のワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。スーパーブラッドのベーシスト、リョウです。なんと2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こうの番組内で10分コーナースーパーブラッドリョウのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。セックスマシンガンズのアンちゃんです。2022年1月から毎月第3火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こう、番組内で10分間のコーナーを担当することになりました。その名もヘビーメタルおじさんの独り言、あんなことやこんなことをメタルトークを地味に吠えまくるのでお楽しみに。長者町ダイニング、まずエレクトリックレディーランドプレゼンツ、エレクトリックレディーラウド。このコーナーは名古屋大須のエレクトリックレディーランド早川が個人的に気になっているアーティストを勝手に紹介する、しかもタイトル無視してラウドにくくらない身勝手なコーナーです。佐藤敦史のワイルドで行こう、お聞きの皆様こんばんは、エレクトリックレディーランドの早川です。トモヤです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早いな、1ヶ月経っちゃったよ。早いですね。ちょうど今、はい、2月14日です。そうですね、2月14日といえば何でしょう。バレンタインじゃないですか。そうですね。チョコ食べました？まあ食べてないじゃあまあ、はい、バレンタインの思い出でもちょっと一つ語ってください。バレンタインの思い出、中学校ぐらいの時に女の子に初めてチョコもらったぐらいですね。ギリガチ本命。ガチ本命。ガチ本命。どういうこと、どういうこと。告白されたってこと。告白もされたし、うん、家にまで来た。どうしたの。いやもう丁重にお断りしました。どうして。なんだろう、僕ねあんまり喋ったことない子だったんですよ。あのね、男女の当時の友達の数人で遊んでる中の一人だったの。うんうんうん、でちょっと引っ込み思案の子だった、当時はね。こんな引っ込み思案であろう子が勇気を振り絞って家にまで来たのに丁重にお断りしたんですか。僕も結構シャイだったんで、なんかちょっとどうしていいか分からなくて。まあでもいいじゃん、そんな思い出がある。そして、あの丁重にお断りした、翌年翌々年ぐらいから、すっげえ可愛くなってた。ちょっと、ね、後悔してる。でもそれなんでか分かる。いや分かんない。その子がその 1,2 年でいい恋愛をしたってことですよね。え、そうかもしれない。ともやくんと付き合ってたら可愛くなってない。そう、そうかもしれない。じゃあまあ、トータルで言うと基本的にいい思い出がないってこと。今となっては面白いけど、うん、
別によくはないですねなんで僕に聞いたんですかいやバレンタインだったから聞いたのけど放送の日はバレンタインの日じゃないですよ。そうっすね、にゃんにゃんにゃんですよ。そう、22日は猫の日です。猫の日ですよ。これ猫飼い始めたって言ったよね。言いました。僕も猫いますから。そうだよね、はい、お互い猫ユーザーですよ。そうそうそう、めっちゃ可愛いんだよ。可愛いっすよ。いや猫可愛いっすよ。そうだってね、僕もね、あのスタジオから帰ってくると、うん、玄関で待ってますからね。何色？白です。ああ、白可愛いっすよ。いいよ見せなくて。あ、いいっすか。その振りは見せたい感じかなと思ったんですけど黒猫ってさ、はい、なんか不吉だって言うじゃん。あ、なんか言いますね、うん、けど黒猫も可愛いっすけどね可愛いよね。僕からしたら可愛い黒猫と言ったらさ、はい、陰陽座のボーカルって黒猫さんなんですよ。ああ、そうですね。しかもめっちゃ可愛いんですよ。マジで可愛いし、歌うまいし、はい、声綺麗だし、すごく俺好きで。聞きましょうじゃあ久しぶりに。そうね、久しぶりに陰陽座僕も聞きたいですね。だって僕ギター始めた時、うん、メインストリートで、ああ、めっちゃ出てきた時だよね。結構出てきてましたし、ね、何年ぐらい前？20年くらい前じゃないですかね。多分陰陽座がデビューしたぐらいのタイミングなんだと思う。ね、マジでね、あのね、アルバム1枚通して俺が聴ける珍しいアーティストなんですよ。はい、コンセプトみたいなのがはっきりしてるからさ、アルバムごとにも。コンセプトアルバムいっぱいあるんで紹介しましょうか。キングクリムゾンとか言葉が分かった方が俺は嬉しい曲名がさ、妖怪の名前とかなんですよ。はい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 、歌詞もそれにちなんだものとかで、はい、読んでて面白いし、聞き慣れない言葉とかが、はい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 、あのすげえ残ってくるのよ。あ、うん、なるほどね。普段あんまり聞かないような単語とかが、あ、そう、その昔の言葉とか使うから。あ、それでXジャパン好きなんですね。どういう流れそれ。Xジャパンも結構コンセプト系じゃないですか。もちろん X も好きやけどね。ただまあ俺もともと妖怪とかも好きだったから、はい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 、あと和装じゃん。ワンも好きだし、あ、メタルも好きやし。で、早川さんドンズバなわけですね。そうそうそう、もう陰陽座ドンズバだったの。こんなに長いことお付き合いさせてもらってて初めて来ましたね。それは確かに行ったことないかもなんか敵、あのハロウィンとかアレキシの人だと思ってましたのそれね、それもちろんそれも通ってるよ、それはね。でももしかしたら陰陽座の方が先かもしれない。あ、そうなんすか。うん、そう、ね、陰陽座に出会った時の曲、俺が知ったきっかけの曲か、はい、甲賀忍法帳っていうさ、そのバジリスクっていう忍者アニメ知ってる？知らないです、僕。あ、マジ？あの、それもめっちゃ面白いんだけど。そうなんすか。で、それパチスロにもなってて。へぇ。で、それきっかけもあんのかな。あ、結構そのフィーバーした時に流れるんだ。当たった時とかたまらんのよどっちかな、どっちもたまらんのですよ。それはやっぱじゃあ当たった時の曲じゃないですか。なんか演技がいいですか。そうだね、確かにね、うん、そっちで行こうかな。当たったって時にジャジャジャーンって時にパーンって流れるんですよね、多分。まあ、その曲流れたら、はい、あの激アツ。あ、激アツなんですか。激アツ。じゃあその曲にしましょうけど。そうっすね、うん、その曲にしましょう。ちょっと陰陽座聴いて元気になろうかなと思います。なりましょう。はい、では、今月も話が飛び飛びでなんかちょっとよくわからなかったと思いますけれども、まあ陰陽座を聴きたかったっていうお話でしたいいと思います。そうですね、じゃあちょっとご紹介させていただきます。どうぞ。はい、陰陽座で、甲賀忍法帳です。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。エレクトリックレディーラウド。佐藤敦のワイルドに行こう。スーパーブラッドのベーシスト、リョウです。なんと、2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤敦のワイルドで行こうの番組内で10分コーナースーパーブラッドリョウのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。セックスマシンガンズダウンちゃんです。2022年1月から毎月第3火曜日の佐藤敦のワイルドで行こう、番組内で10分間のコーナーを担当することになりました。その名もヘビーメタルおじさんの独り言。あんなことやこんなことをメタルトークを地味に吠えまくるのでお楽しみに。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド
アサヒスーパードライ。長者町第二まず。佐藤敦史のワイルドで行こう。さあここからはスタジオからお届けしたいと思いますが、はい、改めて、そうですね、高崎明さんお誕生日おめでとうございます。22時22分まで待とうかなと思ったけどまだ 2,3 分あるからどうしようと思ってですね、本当だっていう感じですけど、まあ、今年もあのツアーを40周年のアルバムを出されたツアーを控えてらっしゃるので、はいはいはい、そうでしたね、ですね、はいはい、あの楽しめる世の中に一日も早くなってるといいなと思うんですけど、本当ですよ、はいはい、また今年もラウドネス旋風が吹き荒れることであろうと、そうですね、楽しみにしていたいと思います、はい、またあのラジオでもいろいろお願いをしていきたいと思いますので、あ、ぜひぜひ、はい、お楽しみいただければと思います、はい、そして L の、はい、エレクトリックレディラウド、はい、言ってましたね、あの2月14日に収録してますって、うん、なんかがっつり言ってましたね、バレンタインでどうとかね、いろいろバレンタインがどうですか、はい、いろいろなんか思い出ありますか、バレンタインバレもう本当どうしようかってぐらい遠い昔の思い出ですよね、これね、もう最近なんてだからもうくれるのはあれですよ、娘だけですよ。あ、そうなんだ。それも友達にあげるやつのおこぼれを、うん、あのちょこっとだけ、なるほど、包みきれなかったからあの食えという感じです。最近あの名古屋の女子の皆さんは、はい、自分で買いに行くんですよね、あの、どういうことですか、なんか、なんかいろんな、なんていうの、デパート行くといっぱいやってるじゃないですか、はい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 、あのどこ行っても、はいはい、日本最大級のイベントとかでやってるじゃないですか、はい、バレンタインイベントですね、はい、でいろんな出店者がバーっていて、はい、大行列にしてみんなチョコ買いに行くわけですよ、あれを、はい、まずは自分のために買いに行く、どれが食べたいって、あ、なるほどね、もちろんその誰かに買っていこうっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、しょうけど、はい、皆さん自分のために買ってらっしゃるんだみたいななんかもう当たり前みたいですよ。なんかね、この間ね、なんだったっけな、車で、なんかのラジオを聞いてた時に、はい、なんか恐ろしい耳を疑うような話があって、は、最近のバレンタインは、いわゆる男子が、うん、その仲のいい友達にチョコレートをあげるという、そうなの買いに行くの、うん、いや、なんかいうことも行われてるらしいですよ、最近。だからなんかよくは、まあまあまあいいんですけど、いや、チョコもね、もらわなくなってしまってから久しく経ちますけど、はいはい、男子からもらうこともない、そうですね、だから今はなんかそういう若い子だ、時代、そう、若い子の話です、ね、だから我々世代でそんなことやったら何じゃお前と、ね、だからもらったら逆にびっくりですよね、なんか意味あんの、わきもって言ってねいや、なんかもうそういうね、あの、なんだろうな、線引きがなくなってるらしいです、うん、どうやら。じゃあホワイトデーどうなのっていう話もあるんですけどね、昔から思うけど、うん、バレンタインデーで、まあ、こんだけチョコレート配ったのは日本だけなんでしょ。そうですよ、あのお菓子メーカー、まあ、どこがやり始めたことかは分からないですけど、まあ、いいけどね、はい、イベントとしてこうわちゃわちゃこうみんながね買い物行ったりとか、そうです、いいけど、うん、まあ半分乗せられてるまあそういうことです、そういうことです、はい、っていうことはさ、はい、やっぱりこう、なんていうの、2月22日は猫の日とかみんな言っとるけど、はい、なんかこう言い続けたらさ、影響力持ってるような人たちも含めてみんな、はいはい、2月22日はラウドネスの日とか、例えばね、はいはいはい、なんかこう言い続けたらさ、はい、世の中そうなってくんじゃないかみたいな、ね、メタルの日とか聞いて、うんうんうん、この日になったらメタル聞かないかんとか、はいはい、6月9日はロックの日って言いますよね、語呂がいいだけだよね、うん、ロックの日はそのままだから、バレンタインで2月14日にチョコを配るってなったのがチョコ屋さんが多分仕掛けたわけでしょ。そうですよ、その昔、ね、その昔、そうです、そうです、いやだからまあこれもしかしたらお米とかだったら面白かったかもしれないですよね、バレンタインがお米、おにぎりプレゼント、そうそうそう
ね、はい、とか玄米屋さんが仕掛けたら玄米の、ね、そうそうそうなったかもしれないし、うん、10キロの米をねありがとうっつっていや昔さ、はい、その何板チョコ買ってきて家で溶かして形作ってなんかクッキーみたいな形のチョコレートにして、うんうん、そうですね、家でね、はい、でそれをこうあげるみたいなイメージだったじゃないですか。昔のそのそうですよ、チョコレートメーカーさんの CM もそういうような CM だったじゃないですか。そうです、そうです、あれに負けじとやればいいんですよね。そうなんです、そうなんです。でもまあその何土曜のお牛にはうなぎ食うとか言ってますけど、はい、あれ別に何もないんでしょ。 ないですよ、全然ないですよ。うなぎ屋さんまあ業界が、ね、そう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 、もっとやったらいいんだよね、そういうことね。うん、ねえ、なんかないですかね、面白いのね。でもじゃあ何か売りたいのかっていうのないけどね。ないですけどね、まあ、うん、いいんですよ、そんな無理やりチョコを食べてなくてね。えいつもあのこの話していいのかなと思いますけど、はい、ファズがあるじゃないですか。はい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 。ファズの大家さんが、ええ、まあご高齢の姉妹なんですけど、ええ、いつもあの店にちょっと寄ってくださって、あ、そうなんですね、はい、で大家さんからチョコをいただくんですよ、はい、毎年、はいはい、であの毎月見えるわけじゃないので、ええ、ふらっとこう寄っていただけるので、はいはい、もう2月14日には分かっていて、お返し用にこうなんかちょっとわざっかだったり、あ、なるほど、なんか長者町だからさ、はいはいはい、そういうなんかわざかピンクで買ってきて、でそれもうその場でお返しできるようにしといてという感じで用意させてるんだけど、今年ね、まあ、コロナってこともあったかもしれないけど、みんなご高齢なのか、はい、まだお見えにならないので、あ、なるほど、いつもこんなゴディバの高いチョコをね、はいはいはい、毎年それだけいただくんですけ なるほど、そういえば今年それもないなって言ってちょっと寂しいみたいな。急になくなるとね、そういうのってね、はい、来ない、そう、続いてることがなくなるのはちょっと寂しいんですよね、はい、不思議と。ちょっとね、あの寒くなってるし、今日もなんか氷が降ってたみたいな、うん、いやいやいや、びっくりしましたね、本当ぐらいなんで、体調崩されてないといいけどなと思って、はい、ちょっと心配したりしてるんですけど、うん、そうですね、それぐらい今年はチョコについてないっていうね、うん、なるほど、まあそんなんでしたけど、そうですね、まあまあね、だけど本当にもうこの年になるで、ね、もうそんなね、甘いもんばっか食ってたら、本当にもう死んでしまいますよ、本当に ね、もう。さあ曲いきましょうか、はい、今日ですね、はい、多分この週にいつかかけようと思っていたバンドを持ってきたんですけど、ダーティーハニーって言うんですよ。ハニーだから、ダーティーハリーじゃなくて、ダーティーハリーじゃなくてハニーです、ハニーなんですね、はい、ダーティーハニー、はい、だからそのまあバレンタインにかこつけて言ってるわけではないんですけど、はいはいはい、ダーティーハニーなので、うんうん、ダーティーハニーって検索すると、はい、まあ、汚れた汚れたお姉さんみたいな感じのイメージ、イメージですね、直訳的に考えると、はい、蜂蜜でもいいかもしれないですけど、うんうん、そうですね、だから日本でもちゃんとまだデビュー日本版出てないんじゃないかな、きっと。ずっと待ってたけど、俺昨年輸入版を買ってしまったんで。いや、聞いたことないですもん。あの最近のバンドでいらっしゃるわけですね。そうなんです、2017年だったかな、はい、に、デビューをして、はい、ロサンゼルスですね。ロスですか。ロスで活動を結成をして、はい、なんと2019年の3月に自主制作版を出したわけですよ、はいはいはい、それがさっき持ってたあれなんですけど、はいはい、8曲入りだったかな、そう、8曲入り、うんうん、で昨年2曲目に入ってる The Wire っていう曲をマジッパナさん、はい、石崎さんが持ってこられて、はい、かけようぜ、ドゥオーダーティーハニーじゃんって言って話をしてたんだけど、まあいつかあの、はい、4週目でもちょっとかけようかなと思っているんですが、なんとこの方々自主制作版を19年に出てましたね、はい、に発表して、はい、全米チャートをにぎわしてしまったんですね。自主制作版ですよ。すごいですね、このご時世でね。そうなんです、うん、で僕もその YouTube 様様でありがたいなと思うんですけど、はいはいはい、きっとこんなの好きでしょみたいに出てくるわけですよ、うんはいはい、でそこから知って、うっと思ってこう調べるじゃないですか、はいはい、で去年かな、一昨年ぐらいかな、知ったの、なんか 見始めて、はい、こうちょっとアメリカの田舎の映像みたいなのから始まって、はい、綺麗な金髪のお姉さんがハーレーに乗ってカツカツってかっこよく登場するわけですよ、はい、
っていう映像がこんなの好きでしょって最初に出てくるんで、ああなるほどなるほど、で思わず押したくなるじゃないですか、はいはい、でそのお姉さんがガソリンスタンドにガンってバイク止めてガンって入っていくと、そこはライブハウスになっててありえないんだけど、ああなるほどなるほど、みたいなこう映像になってて、で入るとそこでバンドがやってるのが、はいはい、彼らがやってるみたいな、そういう映像、なんかね、おいくつの方々がちょっとあれですけど、若いですよみんな、多分20代、その世界観で言うと あれじゃないですか、それこそあの映画 のハーレー・ダビッドソン&マルボロみたいな、その世代の世界観ですよ、それだから自主制作版を出した彼らが、うん、もう 2,3 年のうちにブワーってこう売れていくわけですよ、あなるほど、その後できっとその PV 作ろうって言って、はいはい、MV っていうのを多分気合い入れて作ったと思うんですけど、それがね YouTube 上がった瞬間にブワーって回ってるし、僕みたいな YouTube ばっか見てる人にはこんなの好きでしょって出てきちゃうんで、なるほどなるほど、それで知って早1年2年ぐらい経つんですけど、じゃあ YouTube だけでもひょっとかしたら登録者数とかね再生回数とかすごいことになってるんじゃないですか、だって CD 売ってないのもん、そうですよね、日本でもまだ、うん、昨年3月だったかな、はい、東京に来る予定があったんですよ、はい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 、でもまあコロナで中止になったままなので、まだもうちょっとあのライブを見るのは先かなと思うんですけど、さすがアメリカだなと思うのは、うん、もうライブ映像だなんだいっぱい上がってるんで、あ、はい、早いですね、 YouTube 様々ですけど、うん、なるほど、そんな彼らも、どんどん曲出してくるんですけど、このミニアルバムだけじゃなくて、まあ、今の子たちだからなんだろうなと思うんですけど、はい、まだ版が俺手元に輸入版1個持ってるだけなんだけど、はい、ダウンロードの曲どんどん増えていってるんだよ、あもう時代ですね、どんどん増えていってる、うん、だから今後もちょっと楽しみにしたいなと思うバンドなんですけど、名前がねダーティーハニーっていうので、なんじゃそりゃって思うんですけど、まあパッと聞いた感じ ね、うん、これがねいいんですよ、ハードロックヘビーメタルとかそういう感じじゃないんですけど、まあそんな名前ですよね、だってねロックな感じのなんか、まあどっちかっていうと、うん、そうです、ね、ヘビーメタルとかっていう感じじゃないですもんね、はいはい、ただそのボーカリスト甲高い声出すので、はい、まあ好き嫌いはあるかなとは思うんですけど、うん、そんなにね嫌味の声じゃないし、あちょっと応援したくなるような若手のバンドだし、なるほどですね、あのまあ世に出てきたのはガンズ&ローゼスと一緒に回っていたり、マンヘイレンのウォルフガングマンヘイレンさんと一緒に今ツアーを回るっていう発表がされていたりするぐらいなので、もう大物感漂ってると、そうでしょうね、そこまでやってるとね、そうなんですよ、だから MV なんかもバンバン出ちゃうし、シングルだとかなんとかっていうのもボン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 出てくるの、あとはアマゾン限定で曲出してる、アマゾン限定っていうのがすごいですよね、なんかの映画みたいじゃないですか、うんうん、最近ね、本当にそうそうそう、そういうところも最近っぽいなっていう、うん、だから雑誌で告知されて CD が 2,3 ヶ月後に出てとかそういうレベルじゃないじゃないですよね、だからもうアマゾンがなんかもう目つけて抑えてるっていう感じなんですよ、ね、そうそうそう、この曲アマゾンでしか買えないみたいなですよね、だからね、まあ、CD にもなってないし、うん、ダウンロードしたかったらアマゾン行くしかないみたいな、そういうことですよね、てか調べてアマゾンでこう聞いてると、はい、アマゾンで調べてるからなんだけど、アマゾン限定っていうのがもちろん上がってくるじゃないですか、うん、何このアマゾン限定みたいなっていう曲がいろいろあったりするバンドですけど、まあ、ちょっと CD も楽しみに待ちながらですね、今日はその8曲入りで出たっていう、はい、2019年に出たアルバムかなの最後の1曲で、Another Last Time という曲があるんですけど、はい、これを聴いてもらおうかなと、はい、ぜひぜひ思って持ってきたんでいきましょう、ダーティーハニーで Another Last Time、どうですかこれ、いい感じ、素晴らしい、かっこいいね、はい、だからそのメタルじゃないんだよ、うん、もうこれはね、あのねあれですよ、あの昔のことで言うと、90年代、うん、初頭にいろいろ出てきたじゃないですか、うん、レニー・クラヴィッツとか、うん、ね、はい、でだからあの当時におっとかっロックかっこいいと思った人たちがまた応援したくなる音ですね、うん、そうだね、これはね、次なる世代が出てきた、はいはい、意味だといい意味で古っちいし、あそうね、うん、そうね、うん、これはアメリカで絶対ウケるもうやついらんっていう、だからね、もうなんだろう、こう音楽業界の救世主のように出てきたように見えちゃうんだよね、うん、見えちゃう見えちゃう、
若い子たちがこれやってんの、うんうん、すごいすごいかっこいいな。これライブ行きたい、ね、行きたい。去年の3月は東京だけだったんだけど、はいはいはい、まあ、キャンセルになっちゃってるけど、はい、多分1年2年経って来るぞっていう時には、うん、もっとどんどん俺みたいな人が増えて話題になってると思うので、ね、あちこちでやってもらいたいな。いやいやいや、これちょっとみんなに知ってほしいなっていう、ロック好きには知ってほしい、ね、うん。まあ、今、はい、ウォルフガングさんとウォルフガング・バンヘイレンさんと 回るって言って、ああ素晴らしい素晴らしい、本当にもうアメリカ中が多分もう待ちに待ってるっていう感じでしょうから、ね、これは楽しいんじゃないかなと。確かにこれはね、アメリカでは絶対ウケる、うん。まあ、今日1曲選んだだけなんですけど、はいはいはい、他の曲もね全然違う曲調なんかもいっぱいあるんだけど、まあ、全体として裏切らないなっていうイメージは多分ついたと思うんで、多分、はい、なかなか CD 売ってないんで買えないと思うんですけど、ね、これね本当に国を問わずね、これ40代50代のロック好きにはたまらないやつだと思うんですよ、はい、もう入りのイントロからもう飽きたと思って、まあ、なんとなくね、はいはい、その8曲入ってるその俺が持ってるアルバムの中からも、あ、ま、今日かけるならこれかっていうのを選んできて きてるけ るど、ね、かっこいいな、素晴らしい。他にも、はい、何曲も出てるんで、これ、ね、4人組で5人組でしたっけ、4人組です、ね、4人組ですか、はい、なるほど。なんかこう、その氷の上でライブやってる、氷の上で歩いてるというか、はいはいはい、なんかこういろんな映像が出てきたりとか、うん、もうまあ、それこそ YouTube 用って怒られちゃうけど、はいはいはい、どんどんいろんな映像出てくるので、うん、調べると楽しいです。ね、これはねちょっと探ってみます、はい。はい、そんな感じでございました。ありがとうございます。いやよかった。ブルースの週お邪魔しました。あ、いえいえ、かっこよかった。これは、うん、久しぶりにちょっとなんかときめいた音ですね。これは去年かな、シスターウィスキー持ってきた時に、あ、はいはい、これ面白いって言って、うんうん、借りて帰ったじゃないですか。うんうんうん、こういう路線喜んでもらえるんだ。いやいや、もう大好物なとこですよ。と思ってから、はい、ダディアにもそのうち持ってこうと思ってました。ありがとうございます。はいはい、さあ、じゃあ、エスケさんチョイスいきますか。はい、ですね、今日もちょっと、オリジナルとカバーという、聴き比べを、前回に続いて、そうですね、やってみたいなと、はい、思います。で、まずオリジナルがですね、うん、ロエル・フルスンっていうブルースマンなんですけど、はい。はい、結構、まあ、40年代50年代にすごく活躍をしたような世代の人なんですけど、うん、まあ、古い話で言うと若かりし、レイ・チャールズとかもこの人のバンドに加わって一緒にツアーしてたというような、まあまあ、ブルース界で言うと結構大御所 なんです、ね、うん、人ですね。こっちが原曲ですね。そうです、そうです。結構まあ、なんだろう、色っぽい感じ の曲が多い人ですかね。なんか、これは歌もあり、あります、あります、もちろん歌もありですね、はい。ちょっとじゃあ早速、早速、そうですね、じゃあオリジナルからいってみましょう。はい、ロエル・フルスンで離婚しだベイビー。はい、お聞きをいただきました。ロエル・フルスンで離婚しだベイビー、ベイビー、離婚したぜベイビーって言いたくなるね。そうそう、さっきねそれ言ってたんですよねみんなでね、離婚したベイビー、直訳すると考え直してよっていうね、そういう、だから離婚したぜベイビー、まあ近いんですよね、ニュアンスとしては ね、なんとなく。そうなんです、そうなんです。でもか全く関係ないので考え直してくれよベイビー、ね、ベイビーっていうね、そうそうそう、ちょっと思いとどまれというね、そういうことだと思うんですよ、うんうん。これを、エリック・クラプトンがですね、ブルースのカバーアルバムを出したんですよ、うん。で、まあ、アルバム名が From the Cradle というアルバム、それ90年代ぐらい、ね、そうです、そうです、ね、そうです、 90年代、そうですね、アンプラグドの後ぐらいに出したのかな。そうで、まあ、エリック・クラプトン先生はやっぱりね、ブルースの巨匠たちをすごくリスペクトしてるので、当然この曲もカバーしていると。なるほど、はい。で、まあ、前回やったそのクロスロードほど、はい、ぶっ飛んだ、ね、感じではないんですね。やっぱりオリジナルに忠実に作っ
あのまあ、クラフトなりの解釈で演奏をしてみたっていうものですね。これまたベラベラ喋ってると原曲忘れちゃうから早くかけた方がいい。あ、かけた方がいいですかね。じゃあさっさと行きましょうか。じゃあ今日は、はい、それでは行きましょう、エリック・クラフトンバージョンで離婚したベイビー。ほい、だいぶ現代寄りになった。そうです。まあまあやっぱりね、あの、なんといってもやっぱあのギターが上手ですね、うん、というね、はい、そのなんだろう、バーで一発撮りしましたみたいな感じじゃないしね。うん、昔の音源だとそれに近かったりするじゃないですか。そう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 。ただね、このアルバムの録音の、うん、あのスタイルとしては基本一発撮りなんですよ。うんうんうん、で、あの例えば流行った時代だしね。そうですね。うん、で、要はね、昔っぽいあの雰囲気を出すために、多分この曲なんかはあのギターを普通アンプのもうスピーカーの前に置くんですけど、うん、ある一定の距離、何メーターかは分からないですけど、ちょっとその空気の層の音を離すってこと、そうおわざとやってるんですよこれ。わざとちょっと離れたところのマイクでギターのアンプの音を拾ってるっていう。あ、そういうこと。そうです、そうです。逆に音遠くしてるんですね。そうです、音遠くしてちょっとそのエアー感を出すというか、なんかそういうことをしてる音なんですよこれ。なるほど、はい、それがどう影響するのかって細かく言えないですけど、まあまあ要はまあ昔なんかそのね、録音の仕方がいい加減で、割とその天井にの上の方に何箇所かマイク吊るしてっていうようなやり方で撮ってたっぽいので、でそれにまあ限りなく近いなんかニュアンスが出したかったんじゃないでしょうかね、うん、空間としての音を取ってらっしゃったみたいな感じですね。なるほど。ただね、今ねちょっとね、久しぶりに聞いて私気づいたことがあるんです。これ一発撮りって言ったじゃないですか、うんうん、クラフトの最初の入りのギターのリズムと、うん、後半曲終わる間際のリズムが全然違う。そこは原曲にも忠実ではない。ではない。多分やってるうちに、うん、あの なんとなくみんなの空気感で なんとなくテンションが上がってそういうことね。そうだろうなと、うんうん、逆にその今のミュージシャンって言ったら怒られますけど、なかなかそんなことしてレコーディングしないじゃないですか。しない。そうで、こういうジャンルだったから許されるっていう話はあると思うんですけどね。そう、今ね、あれと思って入りがすごい遅いなと聞いてたんですよ、うんうん、あ、こんなゆっくりのテンポの曲だったかなってなんとなく思ってて、で聞いてるうちに、うん、あれちょっとリズムがだんだん上がってくるなと思ってギターのソロ明けからもう全くリズム違うから、もうだからみんな多分クラフトのソロでもうなんかちょっとテンション上がって、うん、まあそういう世界だしね。そうそうそう、だから今聞いて再発見して面白いなと、はい、思ったところですね。エスケさんなんかあの昔、まあ、一緒にライブやってもらったこともあるんですけど、ライブ終わってから南蛮屋さん行こうかって言って、あ、もう今はなき南蛮屋ですね。まだある頃に飲みに行こうかって言って南蛮屋さんパーって入ってて、でそのままお、ちょっとじゃあ俺やるわとか言ってステージ上がっていっちゃうタイプだからね、懐かしいですねあれも ね南蛮屋もね面白かったですね。まあ、ああいうことができる世界ですよね。そうです、そうです、ブルースとかね、そういうのはあのルーツミュージックっていうのは意外とそういうねことがやれるので、制限があるようで自由だし、うんうん、っていうところですかね、うん、コピーやってるとかカバーやったりすると、まあまりにもかけ離れることはいかんと言いつつも、そうです、そうです、結局違う曲になっとるやんけっていうことになるとカバーじゃなくなっちゃう、なくなっちゃう、そうなんですよ、と言いつつもみんな外れていく。そう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 。それが面白い。面白いですよね。はい、そんなさすがの4週目でございます。はい、ということで、はい、一曲聴き比べを離婚したぜベイベー。はい、はい、離婚したベイベー聞いて、はい、離婚したベイベーですね。あっという間の1時間になっちゃいましたが、はい、また来月もそうですね。よろしくお願いします。ね、今日ね、またあの候補を持ってきた他にもあるんで、また来月聴き比べ、来月もやりましょうかね。来月もう一回やりましょうこれね。はい。じゃあそんな感じで今週は終わりをしたいと思いますので、はい、この辺でお別れとしましょう。そうですね、はい、佐藤敦のワイルドでいこう。
狙った客は逃がすな。ピンポイント訴求聞く CM ミッド FM では商品の PR、 お店の売り出し情報など効果のあるコマーシャル企画をご提案します。詳しくはミッド FM 052-238-9555 まで。二十歳の予定がノーマーク。ノーマークなら献血行けばいい。献血また会えた。何度でも来よう、献血にトライ。それが命を救うスタートだ。ワンフォアオール、オールフォーワン。新しいスタートにトライ。二十歳の献血、日本赤十字社。です。